山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。小松市&パートナーズ社労士事務所、道上優さんにお話を伺いました。小さい頃は絵本、それから推理小説が大好きで江戸川乱歩を読んでいました。中学の頃は反抗期、そんな中ブラスバンド部で金賞は絶対に無理だと思いながら、顧問の先生のためにも金賞を取りたいという感謝の気持ちを持ってみんなで頑張りました。その結果金賞を取ることができて、目標を達成する喜びを実感しました。高校は進学校、仲の良い友達はできましたが、学校に行くのが苦痛でした。担任の先生は、ユウさんが興味のありそうなファッション雑誌に神戸女子がよく載っているので、神戸の女子大に行けばキラキラして過ごせるよと勧められ、その気になって神戸の女子大を目指して合格しました。大学3年の時にシカゴに1ヶ月だけホームステイに行きました。いろんな国の人に出会い、それぞれが自分の夢を持っていて、その理由もしっかりありました。それに比べて自分は視野が狭く、目的が明確でなかったと気がつきました。日本に戻って税理士事務所をやっているお父さんに相談しました。お父さんから社労士を勧められたので、本屋さんに行き、社労士の本を読んでこれだと思いました。それからは大学に行きながら専門学校の社会保険労務士コースで集中力を高めて受講し、国家試験に合格しました。大学卒業後、兵庫県の社労士事務所でおよそ3年、小松市に戻ってさらに11年経験を積み、小松市福の宮町で共同代表者と2人で&パートナーズ社労士事務所をスタートしました。現在はアシスタントを含めて9人います。2022年に結婚して1歳8ヶ月のいのりちゃんのママでもあります。スタッフにも子育て中のママが7人います。働く人が働きやすいように、そして会社のニーズに合うように規律やルールを作っています。ゆうさんはともかく人が大好き、人との関わりを大切にしています。会社の社長さんに価値のあるものを提案して喜んでもらいたい。小松市&パートナーズ社労士事務所、道上ゆうさん、会社のことで気になることがあれば相談してみるといいですね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。